情念司チャンネルニュースの虎川がおう、はい、ということで始まりました。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はですね、みんな大好き池上彰さんのお話でございます。この間ですね、MBS 毎日放送、制作のですね、まあ、東京だと TBS でやっていたね、なんですか、生池上彰 VS 山里亮太っていうね、番組ね。山里さんってあの、南キャンの、南海キャンディーズの山ちゃんですね。私があの、今から5年前にまだスッキリのね、レギュラーコメンテーターやってる頃ね、天の声をやってた山ちゃんですけれども、まあ、池上彰さんとね、差しで、ね、このいろんな社会問題を語るということでね、頑張ってるな、山ちゃんということで、まあ、見てたんですけれども、いや、またね、池上さんが素晴らしい、素晴らしいこの誤解に満ちた発言をされたので、ちょっと訂正しておかないとまずいかなと思いました。まあ、毎日放送はね、ぶっちゃけ言うとうちの関連会社じゃないんですよ。うち朝日新聞グループなんで。なんでちょっとどうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱ放送業界ね、まあ、一応まあ、親戚みたいなもんですから、うん、訂正しといた方がいいかなと思ってですね、この、まあ、動画を撮っていると。いうことでございます。で、池上さんね、まあ、どんなことをおっしゃったかというと、ね、一番問題なのはね、ここなんですよ。国の借金1000兆円超えてるから、当然、いずれ増税になるだろう。定額給付金は前借りですので、いずれ私たちが返さなくてはいけないというふうな発言をされたんですよ。もうこれね、経済学の基本、それからまあ、国債というもののね、まあ、本質が分かってる人から見るとですね、もう突っ込みどころ満載の発言だと思うんですが、今回ですね、初心者の方にでも分かる通りね、分かりやすくですね、まあ10分でね、非常に分かりやすく解説したいと思います。まずですね、国の借金という言い方が良くないですよね。これあくまでも政府債務です。で、誰から借りてるんですかと。ね。国はというかこの政府は一体誰から借りてるんだと問題があるわけですよ。そうするとね、その金っていうのは基本的に国民から借りてます。はい。日本の国債はですね、ほぼ 99% 円建て。で、ほぼ 99% 日本国民が、まあ、日本の金融機関とかを通じてですね、基本的には、日本国民が、ね、結果的には日本国民が全部保有してるんですよ。ということなので、いずれ返さなくてはいけないっていうことは、その金が国民に返ってくるっていうことなので、って感じで聞くような話なのかどうか、そこはまずね、引っかかった人はね、センスいいです。はい。いずれ返さなくてはいけないと、政府が国民に返さなきゃいけないのが当たり前だろうと。で、帰ってきたら国民嬉しいよな。なんか問題かっていうふうに思った人はね、大変鋭いね、ということですね。はい。次に1000兆円超えているから当然いずれ増税になるだろう。これ合ってるかどうかですよね。これね、まあ、この定額給付金のね、この後の下りを説明するとわかりやすいんですけど、今回定額給付金等ね、まあ、いわゆる流行り病の対策のために、政府は財政支出をしました。で、その財源のうちですね、まあ、50兆か60兆ぐらいね、これを国債で資金調達をしたんですよ。で、このお金はいずれ返さなきゃいけない。まあ、それはその通りです。いずれってのはじゃあいつなのかって話ですよ。なんか池上さん、私たちが生きてる間に我々国民が返さなきゃいけないみたいな言い方しますけど、違いますよ。これ違いますよ。まあ、正確に言うとですね、今回借りた分は返さなくちゃいけないです。それはその通りです。ただし、返すときにですね、その返すためのお金をもう一回借りて返すのもありなの。つまり借り換えってことね。はい。今回の定額給付金の分は借り換えて返すことも可能ですので。はい。で、誰が借り換えるのかっていうと、政府がまた国民から借りて返すんですよ。で、その国民って言った時の国民がね、今例えば国債出るでしょ？で、今この時点で国債を買ってる人がね、国債の償還を受けるわけです。期限になったところでね。で、そうすると、今度新しい人がまた今度その国債を買って、ね、で、その人がまたね、満期になると、また今度新しい人が買って借り換えて、前の人に返してっていうふうに、こう、ぐる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 、ロールオーバーっつうんですけどね。こうやってね、回っていくんですよ、この債務は。そうすると、今私がまあ仮に買ったとしますよね。で、老後の資金として買っといて、まあ20年後とかに、じゃあこれをじゃあ現金にして、ね。ね。で、これ、じゃあ、償還してもらいましたと。ね。で、その時の、じゃあ、借り換えの、ね。借り換えの時に、じゃあ、国債新たに買ったのは、私の20個下とか30個下の人が買って、老後の資金にしようかなと思って買って、ね。で、また、ね、20年、30年経ったところで、よし、じゃあもうこれで売ろうって思った時に、ね、その売った国債、借り換えでまた新しく買うのはその下の世代って感じで、わかります？こういう感じでね、債務をこう、次の世代にこう、送っていくのが国債の役割なんですよ。で、なんでこんなことしなきゃいけないかというと、流行り病の対策でね、私たち頑張ってるでしょ？ねえ、私たち頑張ってますよね、今のこの生きてる世代の人。ねえ、300年後の俺たちの子孫は、これ知らないわけよ。ねえ、この苦労知らないの。しないし、そもそも。ねえ、だけど、我々が残したこの文明の上に、ねえ、まあ言い方よくないですけど、彼らはあぐらをかいて暮らしてですね、この資産を回すことで、ねえ、
リターンを得てるわけでしょ、利益を得てるわけでしょ。お前さ、と300年前のこの苦労少しぐらい分かっちゃえよって思わない？思わない？そう思ったらやっぱりこの国債って大事じゃん。ね、今借りてね、将来借り換えの時に若い人にね、この一部をバトンタッチして、で彼らもまた老後にそれよりも若い人にバトンタッチしてって感じで、これで300年回していけば、300年間でね、このまあ60兆円ぐらいの財政支出、うまいことこう分散してね、で子孫の人たちも応分にこのまあね、流行り病のね、この経済的ダメージね、まあそれからそういうまあ公衆衛生上の、衛生上のダメージに対するね、我々のインフラ投資ね、これ応分に負担できるじゃん。でその土台の上に乗っかって、その300年後の文明があるわけだからさ、ちょっとぐらい払えよって話ですよね。例えば日露戦争の時にも日本はね、国債を大量に発行して、戦争は第二次大戦が終わるまでずっと返し続けたのよ。でこれも日露戦争で我々の先祖が頑張ったから、子孫たちはあの苦労知らねえだろ、だからちょっとは負担しろって話なので、結局ね、そのまあ負担したんですけど、インフレが起こってね、最後はもうほとんどチャリーンぐらいしか払わなくて済むのよね。例えば今日銀が、物価目標を達成すると年率 2% のインフレですよね。そうするとね、大体ね、このまあ政府債務の実質的な価値っていうのは100年間で8分の1ぐらいなんじゃないかな。うん、軽く8分の1ぐらいになると思います。そうすると、我々のね、100年後の世代にとってこの60兆円の政府債務っていうのは一体何の意味があるのかみたいな話ありますよね。ね、でこれが100年どころか300年とかなったら8分の1の8分の1の8分の1ぐらいですからね。未来にツケを回して何が問題なんだと。でそもそもこれはツケじゃねえんだよね。資産と一緒に負債も一緒に相続してもらうってだけなんで、なんかその借金だけ相続して何も残んないみたいな言い方ね、間違ってるんですよ。これで会社が潰れなくて、いろんなイノベーション、技術、文明が残ることで、未来の我々の子孫だって恩恵受けるじゃん。ね、なんかさ、宝刀息子みたいなやつがいてさ、ね、先祖が無駄遣いしちゃったんで何も残ってませんってことじゃないんですよ。ね、池上さんそこものすごい勘違いしてんの。で、さらに言うとね、じゃあいいですよ、300年後にね、どうしても増税が必要になりましたって時にね、じゃあどんな増税するか知ってます？300年後ね、じゃあ私の子孫、ジョネトラダムス、12世ぐらいがですね、ね、まあ内閣総理大臣にたまたまなったとして、ね、よしと、コロナ特別国債、ね、もう一括償還しますと。もう借金はダメだと。ね。で、その一括償還する財源は特別増税によって、ね、調達します。じゃあどんな増税かというとですね、コロナ、復興国債を持っている方に重点的に、税金をかけます。あなたが持っているコロナ特別国債の残高と同額の税金を徴収しますので、それを払ってくださいと。ただし支払いに際しては現金でなくても結構です。お手持ちの国債、物納でも結構ですから、残高と同じ金額払ってくださいっていう増税も可能です。はい。これ結構いいと思いません？300年後にコロナ特別復興国債、ね、持ってる金額だけ増税する。ね、持ってる金額だけ持ってる人が重税払わなきゃいけない。これナイスだと思いません？で、これ何がナイスかというとですね、そのコロナ特別復興国債を300年後に持ってる人っていうのは、その国債、お前が買ったのって話ですよ。買ってないでしょ？ 300 年前のさ、ジョネトラダムス一世が買ったわけだよ。ね。で、その12代後ぐらいだよ、私の。12代、もう、まあ、12代もいけないから、10代後ぐらいか、300年だと。まあ、10代後ぐらいのやつだよ、せいぜい。ね。で、その10世代の間に、もう誰が払ったか分かんないけど、なんか家の奥に転がってましたみたいなもんなのね。実際にはまあ、券じゃなくて電子データなんですけど、まあ、たまたまそのね、復興、コロナ復興国債持ってるから必ず300年後に返してもらえよっていうね、そういうもうご先祖様のメモ書きを見つけて、おお、これは持ってるんだと思って、ね、返してもらえるかなと思ったらいきなりですよ、そういうアナウンスがあるわけですよ。ね、それと同額の税金を徴収します。ああ、そうなんだ。じゃあこれ無効なんだ。ふーんって感じで。終了ですよね。ね、例えばですよ、皆さんがまあ、どっかの藩のですね、まあ、その、どっかの藩のね、大名に金貸してる、まあ、いわゆる商人ね、豪商が先祖にいたとしましょう。七八代前ぐらい。いいよ。じゃあ、例えば、安土桃山時代にさ、自分の先祖が商人で、まあ、どこでもいいよ。じゃあ、毛利藩にすげえ金貸し、毛利藩って言うか、毛利藩じゃないや。毛利っていうか、あれですよね。長州藩にですね、すごい金貸してたとか、薩摩藩にめっちゃ金貸してたとか、まあ、なんでもいいですよ。まああったとしますよね。まあなくなっちゃった藩の方がいいか。会津藩。まあ藩は今全部ないけどね。廃藩置県でね。まあいいや。じゃあ会津藩に死ぬほど金貸してましたっていう商人が自分の先祖にいたとしましょう。ね。で、それってもう明治維新の時にさ、もう
失録処分とかやった時にね、もう全部それ、借金棒引きみたいなのやったんだよね。まあ、あの時結構血が出たんですけど、あれそのままずっと取っといて今になってたとしてね、ね、なんかダメージありますかって話よ。そんな昔に、ね、昔にこさえた、まあ、借金の山で、ね、債権者にとっては宝の山かもしれないけど、まあ、はっきり言って関係ないじゃん。ってことは、その、いずれね、税金でお金取られるって言っても、その、池上さん、俺たちが生きてる間にそれをね、すぐ返せみたいな話をしてるんですけど、そうじゃないんですよ。300年ぐらい借り換えって言って、で、その時にじゃあそういう処理したってなんか問題起こんのって話。でね、ポイントは何かというと、国の財政が破綻するかどうかってまさにここで決まるわけですよ。はい。借金の借り換えができるか。政府はその債務の借り換えができるかどうかっていうところが実はすごいポイントでして、債務の残高はあんまり関係ないんですね。で、日本はですね、基本的に債務の借り換えは順調に進んでいるし、金利もとっても安いし、それから国債にかける保険もですね、かなり安いです。まあ、世界的に見て日本とドイツとアメリカっていうのはその保険がすごく安い。ほとんど破綻しないって思われてるんです。アメリカ今あんな大変な状況ですけど、アメリカ国債の金利は低いんです。やっぱさすがにアメリカがね、潰れるとは誰も思っていない。まあそういう感じなんですよね。で、それを池上さんは、そうじゃないと。ね。もうある日突然借金返してくれって皆さんが払うんですみたいな、そういうこと言うからさ、全然違うじゃんと。こんなことやれなんて言ってくるやついないよ。大体その政府って国民の持ち物じゃねえかみたいな話だし、貸してんのも国民じゃねえかみたいなことでね。要はもう、これだけある政府債務の話のうち、こんなちょっとのことだけ言って、これを全てであるかのように放送してるんですよ。毎日放送さん。わかってます？もういい加減ね、そういうのやめません？もうとっくにもうそれ嘘だってわかってるんだしさ。ね。で、そんなに危ないんだったらあれですよ。政府が今じゃあ個人向け国債売ってるじゃん。ね。買わない方がいいよな。どうなんだお前これ。営業妨害だぞ、財務省の。分かってんのかって話ですよね。はい。ということでね、まあ、とにかく、この手の、まあ、経済ハルマゲドン理論って言うんですけれども、まあ、言ってることは、荒唐無稽の、デタラメであると。いうことをね、皆さん頭の中に入れといてもらえばいいかなと。まあ、基本的に日本のね、まあ、政府債務というのは、国民から借りてますので、我々の、まあ、そのね、買ってる一つは、まあ、老後のためにとか、保険かけると国債になってるとかね。まあまあ、そういう話なので、まあ、池上さんが煽るようなですね、ことを考えてる人は、市場には誰もいないし、こういうお考えでトレードされてる方はたまにいるんですけど、ことごとく大損こいてですね、市場から撤退してますので、まあ、まずはご安心いただければというふうに思います。はい。ということで、最後に皆さんチャンネル登録忘れずにお願いします。ガー